次はアップライトローをちょっとやらせてもらいますね。いぶき式の。ドロップセットで行かせていただきます。一番やばいと思うんですよ、このアップライトローが多分張り出し出すには多分一番。これは何かこだわりとかコツとかありますか？これは最初に同じようにこう胸を肩より出してあげる、で肩を正しいポジションにしてあげて、でそこから外にグッてこう引っ張り続けるんですよ。グッてグリップを外に開き続けてあげることによって、サイドレーズで途中でこう止められてるみたいな感覚になるので、ずっとその負荷をかけた状態で肘からしっかりアップライトで上げてあげて、でこれでも収縮してるんですけど、ここからあのバックダブルバーみたいなポーズに持っていく、これが多分一番僕収縮すると思うので、チューブからこうちょっとずつこう前寄りにこう収縮を連動させてあげるというか、その時も常に外に開いた状態で肘から上げて、グッってあげると、もう常に負荷がずっと乗った状態なんで、やばいです、これは。で僕もロープとかよりも、このグリップがいいのが、こう指全面でこう、なんていうんですかね、こう重りを捉えられるんで、ロープがどうしてもこう縦になっちゃったりするんで、縦になるし、こう横向けたところで、ロープがどっちかから出てるんで、そっちに重りが偏っちゃうんで、しっかりこう、指のひらで全部の重りを受けれるんで、僕は基本このグリップを使って
やることが多いです。一昨年は僕もあのゴールドジムさんのマッスルゲートの時とかは僕はずっともうサイドレールせずにアップライトローばっかりやってましたね。基本やっぱチューブの張り出しが圧倒的にやっぱ出るんで、間に合わない人とかも結構おすすめですね。あと2ヶ月3ヶ月しかないと思うともチューブの張り感出すにはおすすめです。あれだけ、まあ、ちょっとパーシャルレッグとか、はい、ドロップもかなり使って追い込んでましたけど、はい、このアップライトローでそれだけ追い込むのは何か理由があったりしますか？理由ですかね。やっぱなんていうんですかね、この最後のこのネチネチっていうのを言ったらこう最大値が瞬間的に出てる瞬間じゃないですか。言ったらまあ補助してもらってるのと同じような残りの5回を補助してもらってやるみたいな感覚に近いと思うんで、やっぱその最大値を瞬間的に数多く出した方がやっぱり成長がすると思うので、まあ、細かいところまで伝えてあげるじゃないですけど、まあ、そういう感覚ですね。一番きついところですけど、うん、さあ今日がああ。
12でしたね。しっかり引き切れるぐらい落とした方が多分僕は可動域取れるんで、足取りとかそんな落とさないですけど、肩は結構やっぱしっかり可動域取れる感じ落とした方が軽くなるにつれてきつくなってきますね。僕は可動域が減ったらもっと増えるんで、軽くすればするほどきつい方が効いてる感覚は大きいと思います。よいしょ。これで最後に僕はいつも軽い重量で、サイドレーズ、結構上までのサイドレーズやって終わりって感じですね。チューブはラスト